マルクス・ブーリオ、富安武宏の起用方法に物申す。田中マルクス・ブーリオ氏が富安の起用法について、右サイドバックはもったいない。富安はあそこで使ったりしちゃいけない。富安以上のセンターバックはいないから。彼以上のセンターバックがいたらサイドバックで使ってもいいけど、富安をサイドで使ってみようと思うようなセンターバックがいるかと言ったらそれはいないと語った。これは同意。CD で最高峰に張り付きより、SD 起用でいろんなところに富安が顔出してくれる方が心強いけどな。前熊がいなかったし、菅原は守備が明確な穴でアジアカップでアジア相手にすらフルボッコだったしな。富安をサイドバックやらせてチームに鳴らしておくのは必要だよ。SD で絶対的な奴が出てくればおのずと富安は CD になるんだろうけどね。伊藤洋輝もどちらかといえば CD タイプの選手だけど SD やってるね。板倉はボランチ起用か？代表は3バックでいいよ。そもそも CD と SD じゃ消耗度が違う。スペ体質の富安は CD として大事に使うのが合ってると思うよ。富安に匹敵するような CD が2人以上いて、右の SD がポンコツレベルしかいないのであればどう考えても富安を右 SD に使った方がいいだろ。富安は怪我しがちだから CD のが良い。もし SD で使うにしても右は人材多いんだし左で使う方が断然良い。代表での伊藤は左 SD 適性があるように見えないし。結局、伊藤板倉富安の3バックが安定すると思うけどな。どうなんだろ。